は18センチのサイズのガトーショコラを作ります。これくらいです。まずは材料を揃えていきます。スイカ用のチョコレートを 90g用意しました。60g 使用します。あと 10g。 60g、 すげえ。いったり。使って50g で、卵を5個ぐらい使用します。卵を5個使ってちょうど 66g 用意しました。卵黄が 66g です。卵白が器の重さ960g。 どんどん減ってない。大体でいいか。よし。ということは100何グラムですかね。130ぐらい。次にグラニュー糖を60g準備します。グラニュー糖が60g。次にココアパウダーを用意します。ココアパウダーは54g 今回使用します。パーパウダー 54g。 パーパウダーチョコレートの時間ですね。次に薄力粉です。今回使用するのは福岡県の久留米市にありましたダンノさんのアドリアっていう24g 今回使用します。私を伺ってきたんですけど、素人が食べ比べても美味しさの違いが分かるぐらい美味しい小麦粉だそうです。感じになりました。次の工程に移ります。チョコレートを湯煎にかけていきます。
を泡立てます。メレンゲ状にします。機械を使わずに今日は手で泡立てていきたいと思います。メレンゲもゆるい方がいいみたいですね。今回はゆるく仕上げていきます。こんな感じなのでもう少し続けます。レンゲはこんな感じに仕上がりました。明日チョコを入れていきます。まず第一段階、めっちゃかめっちゃかなりますね。綺麗に取りたいな。この辺で、はい、そしてここにバターを加えます。少しずつね、混ぜながら加えていきます。いい香りです。バターを全部入れちゃいます。性格が出ますね。生クリームとチョコとバターを混ぜ合わせたらこんな感じになりました。次いきます。先ほどグラニュー糖と卵黄を合わせたものにチョコレートを加えていきます。こちらですね。じゃあこれを合わせていきます。この時点ではチョコレートとバターの香りがめちゃくちゃいいです。混ぜ合わせていきます。混ぜるぞー。次にメレンゲを加えていきます。2だけって言われてたのに全部入れてしまった。マーブル状になったら先ほどふるいにかけてた粉類をもう一度ふるいながら入れます。ふるいは結構嫌じゃないタイプです。もう一度ふるいにかけました。これを混ぜ合わせます。濃くなってきましたね。
が出来上がったので、型に流し込んでいきます。焼いていきます。